きれない。でも会社が、みたいなバタバタして行動してしまっているってことないですか？運が覚醒する金融上昇チャンネルの高見です。高見さんさんの書籍、寝るだけで運が良くなるお守り法則が発売されました。書店購入キャンペーンや Amazon レビューキャンペーンもやっております。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。皆さん、最近体調はいかがでしょうか？やっぱり今はウイルスも流行っていますので体調を崩しやすいって方も多いかもしれません。2日かけて10度下がってしまったりとか、また2日かけて10度上がるのような、ちょっと体がついていっていないっていう時もあります。僕の奥さんも体がすごく丈夫で健康的なんですが、久々に熱を出し寝込んでたという時期もあって、やっぱりこの気温差っていうのはとても体に負担をかけているなぁと感じます。そんな気温差だけではなく、もしかしたら邪気も一緒に溜まっているのかもしれません。邪気が溜まってしまって体の循環ができないと、だんだん体も重くなってしまったり、もしかしたら気運が下がっているってことも考えられなくもありません。ですので体調管理も大事なんですが、邪気を払っておくってこともとても大事になります。邪気を払うだけで体はとても軽くなって、そしていい出来事もやってきやすくもなります。ですので最近なんだかうまくいかないなぁとか、ネガティブな感情になりやすいということであれば、ぜひ邪気を払って、そして無意識のうちに溜めてしまった厄を落としていくことがいいです。厄を溜めないようにすれば金運も上がってきます。そして貧乏神を寄せ付けない体質にするためにも、厄を溜まる行動をしない、そしてこの厄が溜まらないアクションがとても大事になりますので、今日は役が二度とやってこない完全版を紹介したいと思います。二度と貧乏神がやってこないように完全に役を払って、そして2024年最高の年にしていく、そんな方法について今日は紹介していきたいと思います。まずはじめに龍神様のつながり、場を極める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず最初に厄が溜まってしまう行動についてお話をしていきたいと思います。やはり知らず知らずの間に厄が溜まってしまうかもしれませんので、なるべく避けるようなことが大事です。自覚チェックをしていきましょう。まず一つ目は、いつも慌ただしく動いてしまうです。朝起きていきなり出勤時間がやばい、もうすぐに外に出なきゃいけないというと慌ただしくなってしまいますよね。バタバタして行動してしまっているってことないですか？僕も出張するときはそういうことになりがちなんです。ただやっぱりバタバタしていると何か忘れ物があったりとか、心もざわついてしまって落ち着きがなくなってしまいます。忙しくて仕方がないという点ももちろんあるんですが、とは言っても波動も乱れてしまうんですね。波動が乱れるとどんどん重たいオーラが出ていって、もしかしたらちょっと今声かけにくいみたいな近づけないオーラを出してしまうかもしれません。ですので少しゆとりを持って生活をするといいですね。僕も出張する前は早く寝ようと心がけてます。そして2つ目は寝不足です。寝不足は体の疲れに直結します。朝起きれない、でも会社が、みたいな心と体が一致してない状態ありませんか？体と心は連動しています。そしてどちらかが調子が悪くなってしまうと行動、言葉遣いも悪くなってしまうかもしれません。ですので寝不足にならないように夜更かしをしないとか、そういったことは大切かなと思います。そして3つ目、部屋が散らかっているです。部屋が散らかっているとやはり部屋の状態は心の状態とも言われますので、心も散らかっている状態になります。昔からそんなこと言われますよね。部屋の乱れは心の乱れと言いますから、昔から整理整頓することは大切と言われているんです。整理整頓をすれば心も落ち着きやすくなったり、また出かける時に忘れ物も少なくなります。日頃から整理整頓をしておくと邪気も溜まっていきませんね。そして4つ目はネガティブ思考です。ネガティブ思考で行動をしていると自然と波動が低いものが引き寄せてしまって、それに慣れてしまうと波動が低いものが居心地がいいものに変わってしまうんです。そうすると波動の低い環境になってしまい、悪循環が生まれてしまいます。ネガティブで常に自分を否定しているようなことになってしまって、邪気もやってきますし貧乏神もやってきます。ネガティブ思考にならずに、
ポジティブにすることがとても大事になります。そして5つ目、八方美人です。誰に対しても優しくする、それ自体はとても素晴らしいことです。ですが優しさに人は集まってきますが、大勢の人が集まるとネガティブな人も集まってしまいます。そのネガティブな人から邪気をもらってしまう可能性が高くなり、そしてネガティブな人と交流をすることによって運気も下がってしまいます。本当は避けたい、でもいい顔をしなければ、そういった優しい心によって邪気を引き寄せてしまうんです。優しさも人のためになる時とならない時がありますので、使い分けをすることが大事かなと思います。やはり人間ですから、10人いたら10人それぞれ性格が違います。合う合わないももちろんありますので、自分の波長と一致している人と話をするとか、そういった八方美人は自分のためにもやめた方がいいかなと思います。ここまでが厄を貯めてしまう行動ですが、次に厄を払う方法を紹介したいと思います。溜まってしまった厄をどうやって払うかなんですが、まず一つ目は塩を使うです。いつも僕が言う荒塩を使ったアクションがおすすめです。荒塩風呂や荒塩を一口口に含むもいいと思います。塩を使う荒塩風呂に入ると一番厄を払う効果があります。もともとお塩というのは海から取れます。癒しの海を家に作ることで自然と自分の体が調和することができます。荒塩風呂はちょっとという方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう時は日本酒で代用するのもいいと思います。あまり日本酒を入れすぎてしまうと日本酒臭くなってしまいますので、少しでも大丈夫ですね。清めているという心の持ちようがとても大事になります。そして2つ目、サウナ、温浴です。体から悪いものを汗と一緒に出す、それが大事です。やはり体にも邪気はたまります。ですのでサウナに入って、そして体の中から邪気を払っていく、汗と一緒に流していくことがとても大事です。僕も定期的にサウナに行くことがありますが、やっぱりとても気持ちよくなります。サウナっていうほどサウナには詳しくはないんですが、ただ気持ちよくなれば邪気が払われたなという気持ちになりますので定期的に行っています。そして3つ目、運動をする、楽しむ、限界に挑戦してみるです。運動は汗もかきますし、やっぱり楽しいです。楽しい運動をしながらネガティブな気持ちになることはないです。その競技に打ち込んで楽しむ、ポジティブな気持ちに持っていくことがとても大事です。ただ対戦のような相手がいて、そして絶対に負けられないというような、そういう緊迫した状態になると、もしかしたら逆にストレスが溜まってしまったり不安などが入ってしまうかもしれません。ですのでそこまでしなくても大丈夫ですので、運動をする、楽しむということが大事です。また自分に挑戦をすることによって成長を感じられます。成長を感じるとまたそこで意欲が湧いてきて、やる気も湧いてきますので、適度な運動が大事かなと思います。僕も毎週週3日ジムに行って運動するようにしています。忙しい時ももちろんあるんですが、なるべく時間を取って運動をする、そうすることによってリラックスをして、そして仕事のパフォーマンスを上げるという時間を作っています。ただ限界に挑戦するような運動は避けてくださいね。続きまして4つ目、お家の中に自然を取り入れるです。お家の中に自然を取り込むことで自然のエネルギーを日頃から受け続けることができます。そして溜まった厄を払うことができる浄化効果もあるんです。このチャンネルを視聴されている方は観葉植物が置いてある方が多いかなと思いますが、観葉植物も自然の生き物になりますのでとてもいいです。自然といっても大それたものじゃなくて小さな観葉植物でもいいんです。うちにもガジュマルがありますが、小さなガジュマルで名前もマルちゃんとつけているんですが、とても可愛いです。それぐらいでも癒されますので、でっかい自然のものを持ってこなくても大丈夫ですので、自然に触れる、そして自然がお家にある状態をぜひ取り入れてみてくださいね。そして5つ目、思いっきり笑って思いっきり泣くです。喜怒哀楽って実はとても大切なんです。そして時には泣くも大切です。最近思い切って笑ったり泣いたりしたことありますか？笑うということは神事なんですね。そして何よりもすごく楽しい気持ちになります。感情を外に出すこと自体がとてもいいんですね。ですので泣きたいなという悲しい出来事があったなという時に無理して我慢する必要はないと僕は思います。
泣くときは思いっきり泣いて邪気を流すのも一つのアクションです。僕は結構映画鑑賞などが好きなので、思いっきり笑ったり思いっきり泣いたりすることをしています。そういった感情を表に出すことによって邪気を心から流していく、とっても気持ちがいいですので、喜怒哀楽を表に出す、それも大事かなと思います。続きまして最後6つ目になります。塩を使いハンドマッサージや足湯に入るです。さっきのサウナや温浴と似ているところがあるんですが、ここで塩を使うというのがポイントです。特に粗塩を使うっていうことは邪気が払われていきますので、塩を使って塩手洗いや塩マッサージ、そして足湯にもちょっと塩を入れてみるのもいいんじゃないかなと思います。浄化作用もあって邪気も払われていきます。以上が溜まった薬の方法になります。皆さんも薬が溜まっていると思ってるなという時はぜひ試していただくといいかなと思います。ただ薬を払うと綺麗な状態になるんですが、もしかしたら好転反応が起こる可能性もあります。その好転反応ちょっと紹介したいと思います。1つ目がお腹を下す、2つ目が熱は出る、3つ目が体のどこが痛くなる、4つ目が体が痒くなる、5つ目悪夢を見る、6つ目物が壊れる、そして最後7つ目人間関係の衝突が起こるです。この7つがもしかしたら起こるかもしれませんが、逆に言えばこれが起こるということは肯定反応が起きているんだなぁと感じてもらえいただけるといいんじゃないかなと思います。心も体もきれいになって清められれば、やはり見た目も変わりますので、もしかしたら波動が違っていつもと違うことが起こるかもしれません。ただそれは決して悪いことではないんです。体調が悪くなったなぁという方、もしかしたらそれは人生がいい方向に向かっていくサインかもしれません。そして最後に薬を溜めない方法について紹介したいと思います。いろいろとお伝えしましたが、薬が溜まらない方法もやっぱり大事です。日頃から予防をする、風邪と一緒ですよね。溜めない方法をしておけば、街角で貧乏神とすれ違っても足を止めなくなってしまいます。そうなんです。やっぱり予防は大事なんです。そんな予防を紹介したいと思います。まず一つ目は血流を良くするです。お水をたくさん飲むのと栄養をしっかり取るってことがとても大事です。その中でも食物繊維を取ると腸の動きも良くなって、そして循環が生まれるようになります。僕も毎日水を2リットル以上飲むようにしていますし、栄養にも意識をしています。何が足りていないのかなっていうのは食べたものでも分かりますし、血液検査でも分かりますので、血流の良い状態を保つことが大事です。そして二つ目、体温を低くしないです。湯船に浸かり、体を温める。特にいつもシャワーだけで終わっていることであれば、たまにでもいいですので、ぜひ湯船に浸かってみてください。心も体も温まります。寒い時期にはぜひおすすめのアクションですね。また、筋肉をつけると基礎代謝が上がり、体が消費するエネルギーも多くなります。温かい食べ物を食べたり、飲み物をとって、常に体が温かい状態にする。それも大事ですね。そして3つ目、断捨離です。手放すってことはとても大事です。手放しリストを書いて不要なものを捨てていきましょう。家の中、お家の中をすっきりさせることで邪気が溜まりにくい状態にお家も体もできます。普段生活している場所をきれいにしておくだけでも気分が良くなりますので、やはりお掃除、手放し、とっても大事ですね。4つ目は、友達の愚痴を聞かないです。友達じゃなくても愚痴は聞かない方がいいんですが、ネガティブなことを避けるとお話をしましたが、友人や会社の同僚の愚痴を聞かないこともおすすめです。僕も会社員だった時代、やっぱりどうしても先輩が会社や上司の愚痴を言う、その時間がとても苦手でした。ですので違う方向に話を振って愚痴の聞かないような時間を作っていましたが、どうしてもそういった愚痴の時間が多くなるようだったら、ちょっと会う回数を減らすとか距離を置くなど対策をすることが大事です。話を聞いているとネガティブなエネルギーを受け取り続けてしまうということになります。ですので可能な限り愚痴を聞かないという環境に意識をすることが大事です。続きまして5つ目、寄付、神様にお賽銭です。寄付といってもたくさんあると思います。クラウドファンディングも寄付の一種です。そして寄付だけではなく、神社にてお賽銭をするだけでも大丈夫です。そういった
何か社会貢献をしているって感じることによって気持ちが変わります。人は一人では生きていけません。誰かと手を取り合って生きていきます。そんな時に誰かの役に立っているという行動があると自信にもつながるんですね。もちろん寄付といっても何百万円と寄付をする必要はありません。自分のできる金額でもちろん大丈夫です。大事なのはそれをやっているというアクションの方が大事です。自分のできることからやっていく、それが役をためない方法になります。そして最後6つ目になります。22時以降はお水を飲まないです。1つ目の時に僕は2リットル以上お水を1日飲むと言いましたが、実は22時以降は水を飲みません。というのは12時に寝るからです。就寝する2時間前には水を飲まないようにしています。というのもあまり水を飲みすぎてしまうと循環が良くなりすぎてしまって、今度はトイレに行きたくなってしまうんですね。そうすると本来12時に寝ようと思っていたんですが寝れなくなってしまうんです。ですのでしっかりと睡眠の質を保つためには22時以降水を飲まないようにしています。そういった何時間前からしっかり睡眠をとるという準備をしておくだけで邪気は溜めにくくなります。邪気を溜めにくい体質にすることによって次の日もすっきりと起きることもできますし、新しいいい一日をスタートすることができます。そんないい一日をスタートするためにも前の日から準備をする、それが何よりも役を溜めない方法になります。日付が変わってから一日が始まるのではなく前日から始まっているんですね。以上、役を溜めない方法になります。いかがだったでしょうか。役が溜まると邪気が集まり悪循環に陥ってしまいます。そうすると貧乏神も味を占めてあそこにいるなと思って近づいてきてしまいます。ですので今回話をした役を溜まる行動をしない、それがとても大事で、溜まっていた役を払う方法と一緒に実践していただくと素晴らしい2024年を過ごせるのじゃないかなと思います。2024年は辰年、龍のように天高く運気が上っていくように軽い状態にするためにも邪気は溜めないようにしていきたいですね。普段の生活から邪気を溜めない行動を意識して過ごしてみてくださいね。今日の動画になってもらったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。ちょっと僕最近悩んでることがあって、はい、そのさっきのお話でもあったんですけど、はい、その役をためない方法で友達の愚痴を聞かない方がいいっていう話があったと思うんですけど、はい、例えば友達の愚痴を聞いてその悩みをまあ解消させてあげたりとかってしても役がたまってしまうもんなのかなっていうのがちょっと疑問というか不安に思ってるところで、結構その友達から相談されることが多いんで、ただなるべくその縁を切りたくないというか、まあ、距離を置いたりとかしたくないんで、ちょっとその辺は最近結構悩んでるところであるんですが、高見さん的にはどうなんですかね、こういうのって。いやーね、これね、やっぱありますよね、相談というかね、愚痴を聞く立場って、はい、その愚痴を言った後のそのなんですか、目的によると思うんですよね。はい、だただその悩みをっていうかその愚痴を共有してしたいのか、はい、それともその問題解決に持っていきたいのかっていう、この2パターンによると思うんですよね。はい、なのでただ共有したいだけだったらその解決しないんですよね、はい、意外とこれちゃんとしたデータがあって、共有するだけだとしたいっていう率の方が高いらしいんですよ。あ、はい、ただ共有をして終わりみたいな、だから別に問題解決を求めてないっていうパターンが多かったりするので、はい、そのお友達が愚痴を言わないような風に持っていきたいっていうなれば、ちゃんとなんかそういう風に導いてあげるみたいな、はい、ちょっと言いにくいところとかねあると思ったりするんで、いきなり多分縁は切りたくないと思いますし、はい、なので、なるべくこれはでも、もう相談された時にいやでもこういうことをしたらもっと良くなるんじゃないみたいな、そういうなんか持ってき方みたいな、ちょっと行動を促すみたいなとかはいいんじゃないかなと思いますね。そうしないと次会った時も多分そんなに進展しなくって違う愚痴になってしまうみたいな、そうすると愚痴を聞く
なんだ時間になってしまうと、あの、はい、言ってる本人もあのなんか言ってても実はあのストレス発散になってないんですよね。ああそういうもんなんですか。そうなんですよ。あのまたちょっとしたら時間が溜まって、あの時間が経つと邪気が溜まるというか、ストレスが溜まってしまって根本的な解決になってなかったりするんで、はい、なので、まあ、これはやっぱりちゃんと邪気を払うっていうか、その愚痴を聞かない状態にするっていう環境づくりみたいなためにも、あのちゃんとゴールを設定するみたいな、うん、まあお友達なんでね、あのなんかねゴール設定難しいとか思うんですけど、こうしたらもっと良くなるんじゃないみたいな、あのアドバイスではないですけど、ちょっと導きみたいな話の持っていき方をするとか、あとね、いやここではね、多分解決しないからもう一旦忘れようぜみたいな感じで、はい、あの話をちょっと切り替えの変えるっていう、多分、ね、愚痴ばっかりじゃないと思うんですよ、話の中でも、はい、はい、あの飲み会の中でもなんか楽しい話もちろんあると思うんで、そっちに持っていくみたいな、そういう話の誘導をするみたいなのもいいんじゃないかなと思いますね。なるほど、すっごいでもすっきりしました。あ、よかったです。ちょっとそれ心がけて友人と接します。そうですね、はい、なんか目的何かなっていうのともちょっと客観的にみんな聞いてみるのもいいかもしれないですね。ありがとうございます。はい。